今日も占い TM プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。ニーハオ、新天シェイシェイニーライカン。まあね、この動画はいろいろな国の方々が見ていただいているので、さまざまな言語で挨拶だけでもね、していきたいと思います。でね、下手ですがすみません。またね、翻訳が間違えてたり訂正があればね、優しい方を教えてください。で、皆様とね、このチャンネルをいいものに作っていきたいと思ってますので、チンズワグワアンジャオよろしくお願いします。で、現在ですね、通変性というあなたの人物像がどのようなものなのか分かる星を学んでいますので、出し方が分からない方は過去動画をね、参照していただきたいと思います。まあね、簡単に言うとその人が持つ、基本的な内面の性質になります。ではね、始めていきましょう。今回は食傷性という星の中にある食神の星の恋愛結婚における特徴をね、一緒にお話していきます。まずね、食神は子供の星なので、自分自身もね、子供みたいに純粋な方が多いです。頭であれこれ考えようとするより、無邪気なまま振る舞って嬉しい、楽しい、大好きっていうね、そういうことをね、素直に表現したり、人当たりがね、よくのんびりしたところがあるんですよね。基本的にね、おっとりした雰囲気を持ってて気に入ってくれる人もいますし、トラブルもね、起きない方なので、相手から見ると安心して付き合えるタイプなんですよ。実際ね、あの子供って無邪気で見てるだけでも、ね、元気をもらえますよね。でね、食神の恋愛結婚の特徴をお話します。ですね、無邪気ですね。無邪気で活発的で、穏やかでじっくりな恋愛、穏やかでじっくりな恋愛で、子供っぽい、いつも自然体ですね。四柱推命の食神は子供の星なので、基本的にね、何するにも活発的で行動力があります。実際にね、食神性を持つ人は穏やかで人当たりもよくね、優しい性格なので好感を持たれます。情熱的な恋よりもじっくり時間をかけて育てていくタイプなんですよね。好きになる相手は幼馴染だったり、学校の先生だったり、同僚だったり、身近な人が多かったはずですよ。またね、家族ぐるみの交際をする人も多いです。またね、男女とも食べることが好きなので、デートはグルメ巡りになったりもします。そして女性の食神の場合は、バリバリと仕事と家庭を両立するようなタイプではないんですよね。趣味の延長で働いたり、マイペースに働ける仕事が向いていると思います。で、子供のように自然体であるがままに生きようとします。恋愛に関しても同様で、他人の目からはのんきな人と思われてしまうんですよね。でつまり将来に対する思いなども薄い人なんですよ。なすがままお金がなくてもお金がかからないように工夫することそのものを楽しむことができる人なんですよね。しかし逆に型にはまったスタイルを求められてしまうと、とても息が詰まってしまう。いつもね、自由で自然体で、ね、生きていきたいと考えている人ですから、むしろね、結婚話などの具体的な将来の設計図を示されると、本気で、ね、逃げ出したくない場合があるんですよ、ね、都会の縛られたような生活を嫌い、のびのびとできる田舎の暮らしに憧れる人でもあるんですよ。つまりね、一つの考えにこだわらないところがあるため、傍から見るとね、浮気者と思われてしまう傾向があるんですよ。でね、食神性を持っている人は女性はちょっぴりね、わがままで子供っぽい男性に縁があるんですよ。またね、情熱的とは言えませんが、ロマンティストですので、心が温かくなるような優しい雰囲気で、少しずつ相手との距離を縮めていけるタイプなんですよね。で次にね、通電性が食神になる男性は、性格の明るい、おおらかな女性と縁ができやすいです。でね、ちょっと似た方を好きになる傾向があるんですけども、おおらかでね、懐の深い女性と相性が良くね、ぽっちゃりとした女性と縁があります。まあ、どんな方かというと、基本的に楽しむことが好きで、社交的、遊んだり、美味しいものを食べることを好む女性です。実際ね、自分自身は女性に対してね、母性的な愛情を求めているところはありますけども、相手の女性は世話好きであることが多くてね、お互いの理解が一致しているのなら何ら問題ないんですよね。それでね、結婚生活ではね、妻に母親役を求めていつもわがまま放題でもね、妻は参ってしまうかもしれませんので、結婚生活ではね、長く続けていく上では、自分自身が大人になって面倒な問題をね、引き受けることも必要になってきます。またね、家族ぐるみの交際や幼馴染の付き合いが多い人なんで、ですからね、恋愛結婚よりもどちらかというとね、お見合い結婚になる傾向があるんですよね。そんなようなことから、男女問わずね、恋愛のチャンスは多くなるでしょう。そしてね、付き合いが長くなると時間やお金にね、ルーズな部分も出てくるんですけども、甘えてね、頼るのが上手なので大きな問題にはならないんですよね。結婚生活では家庭の問題をね、しっかりと見て楽しい家庭を築いてくれるでしょう。そもそもね、最初にお伝えした通り、食神性の方は活発的なので、結婚とは異性と出会ってなければね、できませんので、異性との出会いはね、偶然でも何でもなくて、出会う活発的な行動をしているかどうかですよね。ただね、食神が正常に機能している人は活発的でね、
異性と出会うことも多かったりね、結婚する時期が早い方も多いんですよね。一緒に楽しめる人を好きになりやすい傾向があります。逆にね、直進の方は無邪気な5歳児の星なので、戦略を立てたり、駆け引きとかね、恋愛テクニックを駆使したり、こういった恋愛はそもそも向いてたりしないんですよ。包み隠さずね、ありのままの自分を出していきます。細かいことを気にしなくなりね、太りやすくなる傾向もあるんですよね。運気を活用するためには、ある程度のことをきちんとね、計画することが重要だと言えるんですよ。またね、直進性の特徴が強い人は、のんびりしていて、個性的とは言えないためか、人によってはね、少々物足りなく思われることもあるかもしれません。さらにね、あなたの魅力が倍増し、人間的な魅力でね、目的を達成することができますけども、逆に異性からの注目が集まりすぎて、相手を絞りきれず、恋愛関係がね、複雑になりすぎる傾向もあるんですよね。でね、子供の星なので、時には活発的なために、歯止めが効かずね、行き過ぎた結果、思わぬトラブルや男女問題にも発展してしまうので、注意しましょう。ね、前回ね、直進の芸能人のこととかね、あまり、調べれなかったんですけども、今回ね、ちょっと調べてきたんで、ちょっとお話しますね。でね、ハリセンボンの春菜さんもね、直進でした。と、あとね、今話題の渡部健さんも直進でした。春菜さんはね、とても人気があり、愛されキャラですよね。春菜さんは月中にね、なんとね、直進を2つ回りましたので、すごい人気で愛されキャラな面識を持っています。その反面、子供心ができすぎたりして、いつまでもね、婚期が遅れたり、少し食べ過ぎに気をつけないといけない場合もあります。まあね、とてもユニークな方で、お笑いも面白いですし、とても愛されキャラですよね。またね、渡部健さんも美食家で人気がある方でしたけども、不条理がありましたよね。もしかしたらね、それもね、直進の持つマイペースで自然体でいられたらという気持ちがね、出てしまったのかもしれません。しかしね、今日、芸能人の不条理での復活っていうのは何かと難しいですけども、渡部さんの場合はね、愛されキャラも持ち合わせているので、もしかしたらね、月日が経てば、またね、日常的に渡部さんをお茶の場でね、見る日が来るかもしれません。以上はね、僕が介入してね、どうのこうの言うことではありませんけども、直進の方とね、恋愛結婚した場合は、よりね、お互いに楽しいことを見つけることが大事なんですよ。例えばね、直進の方は全体的に美食家なので、グルメを楽しんだりね、料理でもいいし、近くの地元のお店でしたり、他にはね、趣味でもいいんでね、直進はね、特にね、楽しむことを重きに置くので、参考になればと思います。どうでしょうね、逆に、前回話したようなね、非行性の方のように、バリバリ仕事して、自我が強い風には見えないですよね。実際ね、直進の方って、わさべさんもそうですけども、柔らかい、憎めない、自然体なキャラクターに見えますよね。今回のね、事件は、相当びっくりしましたね。今回、ちょうどね、結婚恋愛の話なので、こういったね、話を紐付けて説明させていただきました。でね、最後に直進の方が、結婚や恋愛で、いい方向に行くポイントをお話します。それはね、無邪気な5歳児の星なので、何事もね、楽しむことです。直進の魅力は、勝ち負けや損得を気にしないこと、その無邪気さでまたね、のんびりとした性格はもちろん結婚してからも同じなんですけど、ね、仕事もね、バリバリするようなタイプではないので、それもね、良しとしてくれる相手か、もしくは同じようなタイプのパートナーが合ってるんですよね。ここでね、パートナーから縛られすぎると、職心の方は疲れてしまうので、いつまでも楽しい家庭をね、築けると思える人と結婚しましょう。妥協してね、結婚しても精神的に自分が苦労するだけです。趣味などね、何か少しでもいいので、共通の話題を持っている相手と結ばれることがベストです。またね、ここでも言いますけど、食心はね、食べることも好きなので、恋愛結婚ともにね、美味しいものを一緒に食べる機会を増やすなどして、心の絆はしっかり深めていきましょう。そしてね、結婚することがゴールではなく、そこからスタートだというね、意識を持ち続けることが長続きの秘訣になるんですよね。はい、では今日はここまで。なおね、今回通廃性の特徴を説明したんですけども、実際ね、四柱推命であなたの運命を見る際にね、必ず名識全体のバランスを、重視します。名識のバランスが良ければ運勢のバランスがいいですし、偏っていればね、運勢にも偏りが出るということなんで、それをね、念願において総合的に判断してください。そのね、実際の全体的な名識の見方は今後発信させていただきたいと思います。ではね、次回、直進性のもう片方の評価の方の特徴をお話ししていきたいと思います。シェイシェイニンデテンフェイチャンガンスイ。チーダイチャイシー TM にまたお会いしましょう。バイバイ。